それではこれ以外の点について質問がある方お願いします。ハブコーマ重いですね。コーマは、失礼しました、すみません。その国際平和拠点広島構想についてお伺いしたいんですが、昨日会合があってですね、核軍縮と平和構築を、柱とした、構想をですね、案をまとめられたということですが、改めてこう地域から、こういうことだけは具体的にやっていきたいということをですね、10月までにまとめられるということなので、ちょっと改めてそこのお話をお伺いしたいんですが、当然その広島が関わる平和ということなので、その核兵器廃絶に向けた取り組みっていうのは、大きな柱として、入ってますし、それはもう各人の皆さんも、やはり広島がそういったことに取り組むそのパワーっていうんですかね、それに期待するところは大だというところがあります。でと同時に、今その核兵器廃絶ということに加えた新たな取り組みっていうのがやっぱり必要であると。でそこにおいてもその広島のそのいろんな力というのはですね、活用していけるんではないかというのが委員の皆さんのご意見で、そこにおいて、いろんなこう力っていうことで言えば、例えばこう非常にこうエモーショナルな力だとか、それはつまり、こう被爆地に来て、実際にいろんなことを見て、いただくとですね、その核兵器そのものの、問題ですよね、それと同時にその、やっぱりここまで、復興してきたということに対するその人間の力に対するですね、称賛というか、そういうこうエモーションな力であるとか、あるいはその広島というところにそのやっぱり人を集める力ですね、あるいは話を聞いてもらえる力ということにも近いかもしれませんけど、そういうような力があるので、それをもっと活用して、今時代の流れとして必要になっている国家間のその核問題を超えたですね、テロであるとか地域紛争であるとか、そういったことに対する貢献というのはできるのではないかということですね。で具体的にはその国家間の交渉ではなくて、その今、トラック1とかトラック2とか言われるんですけども、そのトラック1というのは国家間の交渉ですね。でトラック2というのはその非国家の、例えば研究者であるとか、あるいは NGO であるとか、政策シンクタンクみたいなところですね、そういうところがいろんな課題について、例えば核兵器なら核兵器についてトラック2という形で議論をして、どういうことができる、こういうことができるとか、あるいは他のイシューであればそういった関連する人たちが、議論する、そういったことをですね、進めたいだとか、あるいは人材育成であるとか、教育であるとか、そういったものの集積を図っていくであるとか、あるいはその知恵を出していくというところですね、知恵を出していくというところでその広島が貢献をしていく、そのための拠点と、だんだんなっていくというようなですね、でそういったことをサポートをするために、国際的な協力っていうか、その世界の力を集めていくっていうですね、そういった方向性ですね、そういったことを、ご提言いただいてまして、でこれも明日実現するとかそういうものではなくて、時間をかけてですね、一歩一歩進めていくものかなというふうに思うんですけども、10年15年かけて、そういった状況がですね、作れるようになったらなというふうに私としては感じていると思います。ありがとうございます。はい。
中国支部の村田です、はい、日曜日ですかね、森林センター、森林公園の方で、はい、事故がありましたけれども、はいはい、それについての、その知事の、まあ、一つはその事故が起きたことに対することへの見解と、それから被害に遭われた方に対する見解と、まあ、今閉園して、緊急点検とされている、まあ、されていると思いますが、今後の見通しというか、どういうことをやっていきたいというところについて。まあ、今回の事故はですね、本当に管理不備で、まあ、その結果、まあ、重大な事故になったことに対して大変申し訳ないと、思いますし、まあ、その、まあ、被害に遭われた方というかですね、まあ、転落された方には、まあ、もちろん申し訳ないですし、なんていうか、お詫びしたいという気持ちですね。で、まあ、かなり高い位置からの転落ですから、まあ、現状まだ様子を見ているというところもあると思いますけれども、まあ、これまでのところね、まあ、意識もあるしという状況ではあるので、そういう意味では本当にこう大事故っていうかですね、直結をしてなくてというところが、まあ、不幸中の幸いというかですね、まあ、これはまだ経過を見てみないと分かりませんけど、まあ、いずれにしても大変な危険な状況だったかなというふうに認識をしています。で、まあ、この今般のこの事故については、まあ、要するに、まあ、点検すべきものを点検をしていなかったということが問題であったかというふうに思ってますので、まあ、当然にその点検をしているものというのはあるわけですね。その遊具であるとか、まあまあ、いろんな安全上の点検をしているところが多々ありますけれども、そういったところから漏れているものが、まあ、あったと。こういうことでありますので、まあ、それについてですね、やはりしっかりとそのチェックをしていくということが、まあ、必要かなと。まあ、言ってみれば落とし穴的というかですね、いや本当は橋の欄干なんて落とし穴でも何でもないんですけども、そういう部分もあるかもしれませんので、そういうところをしっかりと把握をしていく必要があるのかなと。場所がやはりそのたくさんの県民の方がこう緑に親しむ場所というか、その広く開放されているところですけど、そういうところでの今回の事故というのはやっぱり、いやいや、まさにそういうところだから、そのきちんとその安全確保についてはですね、万全を期しておく必要があったということですね。まあ、一般の県民の皆さんが近寄らないところはですね、これはまあ別として、その一般の県民の皆様が広く利用されているようなところについて、まあ、そういった安全確保というものをですね、まあ、認識を改める必要があるんじゃないかなと。今後再開に向けた見通しというのは今の時点でどういうことですか？緑化センターについてですか？これは、まあ、きちっとチェックをしてっていうことだと思いますので、まあ、どれぐらいかかるかっていうのはちょっとまだ見込みは聞いてませんけど、まあ、しばらくとしか今はまだ言わないかなと思います。万全が確認されてからという。そうですね、まあ、問題はその気づいてないところなので、気づいてないところに危険が潜んでないかっていうことをね、ちょっとやっぱりチェックする必要があると。ありがとうございました。はい、NHK の加藤です。2点伺いたいんですけど、1つは国際平和拠点構想のことについて、先ほどの関連ではあるんですけども、例えばその今後具体化をしていく際にですね、例えば短期中期でこういった見通しがある、例えば来年度予算に盛り込みたいというものも出てくるというような見通しはあるんでしょうか？まあ、来年度予算にどういったことを、まあ、やっていくっていうか、ほとんどイコール来年度どういったことに取り組むかということだと思いますけども、
それについてはまだちょっとこれから議論をしたいなというふうに思ってます。やはりそれはやはりやっていきたいっていうところは知事としては課題をお持ちであるということで、あその何らかのことをやっていきたいということですか。はい、その具体的にこういうことをやっていきたい。あいやその今考えられているものがもしあれば、それについてはもうちょっと議論がいると思いますので、ロードマップ的なことも含めてですね少し考えていく必要があると思うんですよね。はい、それを踏まえた上で、進めたいと思います。もう一つすみません、手短に明日がですね10月19日で、はい、イクメンの日ということでですね、知事が育児休暇取得されたのもちょうど1年前の10年前、はい、そのことについて一言、もしよろしければご家族が今休暇されて何か影響があったのかと、はい、育児休暇を取得されてご家族にも影響があったのかどうかも含めてちょっとお願いできたらと。社会的にはですね、ご承知の通り去年育児のための休暇宣言をして以来ですね、生き生きパパの育休奨励金については、大きく、申請が増えましたし、それは今年もそういう傾向が続いてます。でそれからこれはちょっと多少なんていうか特殊事情もあるんじゃないかなと思うんですけども、現時点で平成22年の男性従業員の育休取得率は 1.2% だったんですけども、平成23年度、これは、9月かな、何月でしたっけ、現段階においてですね、4.6% というふうに激増しているという状況でありますし、女性の育児休業取得率も 85.3% から 93% というふうに増えているということがありますので、そういう意味で その変化というのはですね生まれているのかなと。であとはいろんな子育て関連のイベントとかですね、そういうものが増えたかなっていう、これは感覚的なものですけども、そういう印象はありますね。ご自身のご家庭に影響は？あ、うちですか。いや、うちはもう10年通りにやっております。すみません、後ろから失礼します。RCC の福原です。DPP のですね、はい、参加するしない、交渉に入る入らないの論議が、加熱しておりますが、以前この場でちょっと知事のスタンス聞いたような気もいたしますが、ちょっと改めてですね、現段階、知事のスタンスを教えてください。はい、TPP がですね、環太平洋の諸国によって検討されていると。で世の中的に言うと、韓国を中心にですね、FTA の動きというのは加速している状況がありまして、こういう流れにですね、やはり日本が取り残されていくというのは、非常に問題かなというふうに思っておりますので、TPP への参加を検討するというのはですね、非常に重要なことかなというふうに思っています。で参加の有無についてはその一つはこれも前から申し上げてますけれども、農業への影響というのはまずその、即座に考えられるものというのがあって、でそれは本件においてもやはり、そういったことはあるのかなと思ってますので、やはり農業強化策というかですね、この競争力を向上していくという策をやっぱりしっかりと打ち出していく必要があるんじゃないかなと思ってます。で、それはもうTPP があろうとなかろうとですね、本件としてはそこに向けてしっかりと取り組んでいきたいと思って力を入れているところですけれども、政府としてもね、その姿勢、とそれからその政策をですね、やはり打ち出して、言っていただきたいなというふうに思ってます。で、あとはその国民的な議論というのが重要だと思っているんですが、その今見るとこうなんかその党内議論に終始してですね、その大きな議論になってないというところがあって、これはやはり国民に見える形でですね、しっかりと出していただきたいなと。で、国民的な、理解、あるいは国民的な合意のもとにですね、やはり進めていかなければ、
まあ、あの最終的には、まあ、何やってもこ うまく回らないことかなというふうに思いますので、それを早急にやっていただきたいなというふうに思いますね。で、まあ、これについては、まあ、知事会を通してもですね、あの国に対しても終了していきたいというふうに思っています。今日もあの農業政策の発表を一つ発表ありましたけれども、そういったその懸念される部分については、まあ、県が補い的にやるんじゃなくて、あくまで国が政府主導で、いやいや、あくまで、その県はもうやりますと、あくまで県はやりますと、で、国もちゃんとやってくださいよということですね。はい、わかりました。はい、すいません、ちょっと時間が来たんですが、あと、あ、ちょっと2人出す。はい、どうぞ。じゃあ、すみません、最後の質問で。すみません、ちょっとあの順番がまた前後するんですが、あの拠点構想に関連してですね、訪米日程で現在固まっている段階のもので、ある程度お伝えできるものがあれば、教えていただきたいというのと、あとあの昨日の記者会見でも、今日の今の知事の発言でもそうなんですが、この平和拠点を語られるときにですね、広島という言葉でまくくられてですね、まあ今後 の、 そのまあ展開の中でですね、やはりまあもう一方の広島である市も含めたですね、事業体作りというか機運も欠かせないと思うんですが、そのあたりの協力作りとか体制作りについての見解を伺えますでしょうか。はい、あの市については、まあオブザーバー参加をして、まあいただいているという形で、あのまあ俺よりご説明をしてます。で、あのまあこれから個別のそのアクションにですね移っていくときに、あのまたご相談をしながらですね、進めていきたいなというふうに思っています。で、当然にそのあの広島市とのですね、まあ、連携というのは変わっていきたいと思います。まあ、ただあの今回 の、 あの拠点構想というのは、いわゆるその核兵器廃絶の部分、だけではなくてですね、あのより広い包括的なところを含んでますから、まあ、それについてその市がどこまであの関与されるかというのはですね、また市のご判断もあると思いますので、あの、まあ、それはまた、まあ、いずれにしてもこれから進めていきたいというふうに思います。欧米の日程について、欧米の日程はですね、ごめんなさい、今ちょっと現段階であの私がどこまで申し上げられてどこまで申し上げられなかったのかわからないので、ちょっとあの後で必要であれば、自分的に、ご連絡したいと思います。では時間になりましたので定例会見終わります。ありがとうございました。はい。